西村秀信の社長工場西村秀信の社長工場こんにちは山田久志ですポッドキャスト番組西村秀信の社長工場ではインスタイルグループの代表を務める経営コンサルタント西村秀信さんがビジネス経営に関することを独自の視点で解説していきます西村さん本日もよろしくお願いしますお願いします さあ、今回は経営者は現場に行くべきかというテーマでございます。ひでちゃん、よろしくお願いします。お願いします。あの問題は全て現場にある。だから社長は現場に行くべきなんていう意見といやいや。社長ってのは社長の仕事に集中するべきだから、社長は現場に行くななんていう意見の2つの意見が結構こう。分かれてるような気がするんですけど、ズバリ聞くとひでちゃんはどっちのタイプなんでしょうか？はい 僕は、えー、と現場主義なんで現場に行くべきと思っていますが、うん、社長は社長の仕事に集中するべきとも思っておりますので出たよこれ2つできる人だからだろうなこれ <laughs> ウェイトはウェイト<笑><笑>えいやえっ、ー、とだ会社とか社員とかシーンとかいろいろによるんですけど、うんうん うんなんつっていいかなあそもそも社長は社長の仕事に集中すべきわ分かりますようんね社長だだけど、うん、社長の仕事なんて大してない時からこれを言い訳にして働かないやつとかいるじゃないですかわ <laughs> <laughs> かる <laughs> なるほどうんもうなんだか本当にお飾りさんみたいなねそうそうそうだからいや俺は社長の仕事で忙しいんだよみたいなこと言ってはいはい その社長の仕事ってなんだよって,言って見てみると大した仕事してなかったりするやついるじゃないですか、うん。確かにそうなってくると違うね,それはね。だめよねっていうことでつまり基本的に僕現場主義なんで現場に全ての答えがあると思ってます、はい、だから現場には行きます僕はね、うんうん、だから現場に行って答えが見えるようなできるだけ組織づくり仕組みづくりルールづくり自分づくり社員づくり雰囲気づくりをするし、うんうん だから現場に行くことに価値が出るようにして、現場に行ってますう,んそうす、何でもかんでもただ行ってるわけじゃないってことね、まず,、うん、まずね。うん、だから、うん、そもそも現場に答えがあると思ってるし、問題も答えも現場にあると思ってるから、うん、ただそれをちゃんと救い取れるような状況を作って、現場に行ってるつもりです。少なくくともそれに対ししててはベストを尽くしてます、うん、で 一方、その社長は社長の仕事に集中するべきっていう意見ももちろん分かるんで、うん、これはそ,のそれこそ、なんだろうな、全国に何百店舗、何千店舗もある店舗の、何でもいいですけどね、例えば飲食店だったらマクドナルドだっていいですよ、うん、1900店舗だから、うん、あ,のあるところで、社長が現場でポテトをあげなきゃいけません。うん、ひたすらワンポジにはまる ななききゃゃいいけませんんってううべきじゃないと思うんですよはい、はい、現場でポテトあげることで見えてくることはあると思うけどうん、うん、ずっと現場でポテトあげ続けることが社長の仕事じゃないよねってのももちろんわかりますよね、うん、1900店舗まとめるのが仕事じゃないですかうだからいつもこれ会社のフェーズによっても違うから、うん、後輩の社長とかにはパーセンテージとか得点で教えるんですけど。うん だ優秀と思ってるんですよ社長っていうのは自分のことだから好き勝手やりたいんです本来はね自分の会社だし社長なんだしそりゃそうだだから大体好き勝手やるんですみんなでそれでうまくいってきてるんです具体的に言うとね年商1億とか3億とか5億ぐらいまではいけるんだ大体それでうまくいくんです要するにワンマンで 俺のサポーターチームみたいな社員で行けるんですよ、うん、多いと10億ぐらいまで、うん、年商で、うん、社長のワンマン会社で社長が 120%200% のパフォーマンスを発揮できる社長にとってはすごい快適、うん、だけど すげい勢いで営業するしすげい勢いでルール変えるから、うん、周りはたまったもんじゃない、うん <laughs> うん、まあ確かにでも社長,社長だから誰も文句言えないし <laughs>、うん、10人の社員はもういつも疲弊してていつもパフォーマンス悪い、うん、具体的に言うと50%ぐらい、うん、だから売り上げでもいいですけどわ、うん、かりやすく50万円って言ってもいいしうん、うん、50%って言ってもいいし50点でもいいですけど、うんうん の社員が10人その代わりに社長が300%働くから3人,、うん、3人前働くから300万円売ってくるもしくは300点取ってくる、うん、そうすると10人で50万円まあ金額で統一しましょうか分かりやすいとして1人50万円10人で500万円売る、うん、で社長が好き放題やって社長はめちゃめちゃパフォーマンスいいから300万売る。うん <laughs> うん 会社全体で11人でで合計800万売ってるもこれが100人の会社になると、うん、50万の社員が100人になると5000万、うん、社長は相変わらず好き勝手してて300万売ってくるから5300万,万あれパーーセンテージ狂ってきた、うん、だけど、うん、仮に社長は 一生懸命我慢して好き勝手やらない社員の環境を整えるみんなが70万売れる環境を作るそうかそうかそうすると社長の売り上げゼロだけど社長の社長のパフォーマンスはイコール社長業に振り切ってる状態だけどみんなが70万円70点取れる70%稼働してるはいはいはい それが百人いる。うん。七千万と五千三百万の戦いになるわけですよ。うん、本当だ。逆転した。だから七千万の方がいいですよね。いい。うん。だけど最初ので七十万しか売れない状態で十人しかいなかったら七百万プラスゼロで七百万と五十万十人で五百万プラス三百万だったら八百万で百万社長が好き勝手やってる方がいいじゃないですか。うんうん、うん。そっちの方がね。 すごいうん、だから社長のタイプにもよるし会社のフェーズにもよるし社員のフェーズにもよるけどだから社長の仕事って何なのよって言った時に今言ったみたいに極論1900店舗の社員店長たちが輝けるように得点取れるように監督の仕事をした方がいいぐらいのフェーズになってるか自分がまず得点を MVP で活躍した方が会社が効率的かどうかを 見極めて行動しなきゃいけないはあだからそれはもうその規模感によってもまたどんどんん変わっっててくるし、ね、規模にもよって違うし、うんはい、社長がどのぐらいちゃんとコミュニケーション取れてるかとか、うん、社員がどのぐらいコミュニケーション取れてるかにもよるし、うん、それによってどっちのパフォーマンスが上がるかだから数字にすると分かりやすいですけど、うんうん、そのもしかすると成長度合いによって調整しなきゃいけない局面も来るかもしれない。そうだから なあの極端な話社長業五分五分でマネジメント五分の社長五分ってなった時に社長業五分の実務五分ってなった時に、うん、150万のさっきの例で言うと150万の売り上げになっても、うん、社長が、うん、周りが60万売ってそれが100人いたら6000万なわけじゃないですか、うん、合計6150万になるよねと。いや本当ね はあ、そうか。そういう考えでいくと少し。現場との割合って見えてくるのかな、社長は。だから、自分がそもそも、最初は。ほとんどの場合。社長が、スタートしてるだけあって、社長が得点王だったり社、うん、社長が M. V. P. だったり。社長が一番、その仕事上手にで生きるわけですよ。ね、普通はね、それはそうだよね。うん。そう。大体ね。うん、だから、その社長が、自分が好き勝手やるよりも。周りに。あの、好き勝手やらせた方が、効率が良くなってくる。 サイズっていうのは会社によっても違うし社長の能力によっても違うし社員の能力の引き出し方によっても違うんですけど一般的に10人20人30人ってなってきたら30人前の社長なんてそういないんでいいとこ23人前がいいとこなんですよ人の2倍3倍は働けるんですよ社長ってやっぱそれなりにバイタリティあるからやっぱりそれなりにバイタリティあるしやる気あるから能力があってよりは人の3倍の結果を出すことってできるんですよね。 一般社員の3倍の結果ぐらいは出すことできるんですけど<ー>30倍300倍3000倍の結果出して、うん、3000人と戦ってあの勝てるかっつったら勝てないから、うん、なるほどこれは分かりやすいなはいあのー、ちょっとじゃあまあ近い例で言うとそのまあひねちゃんがなるべく僕現場なんですよって言ってるものの一番の理由ってまず何だったりするんですかねそそもそもだからあのー 現場にしか答えがないって本当に思ってるからなんですよね。やっぱ本当にそれは自分の目で見て、見て確かめてっていうのが、もうずっと実践的にも確認済みになってるんですね、すねやっぱ。ははい、これ、それ、その場で分かったときって、すぐ言うんですかそれとも、それはもう一回持ち帰るんですかうん、問題だったらその場で言いますよおこう。結構それって、やっぱほら、代表から言われてしまうから。 まあこう萎縮するというか、要は本人としては違う形のほうがいいと思っていたんだけど、そんな形でがつと指摘されると、やっぱりその中にはいませんか、反論してくる人とか、いやいや、僕だってこういう。反論は全然いいんじゃないですか。そういうふうにぶつかることも別に現場に行くからこそそれができることっていうか、<はい S 1> 確かに現場を見てない社長にそれを言われても、なかなかさらに角が立ちますもんね。<はい S 1> これやっぱり こう、はい、その本当の姿を見る場合ってそのな例えばなんかヒデ、はい、ちゃんだとわ分からせないでいくな,なんて言うんでしたっけ、えー、その覆面だそのはいそ,そういうような形をして調査するみたいなこともあるんですか基本僕はそれしないですねうーん正面から見てはいうーんと 覆面調査ミステリーショッパーを自分に対してやられたくないんでああええー、僕が普段からあの首からあのチャラチャラ音がするアクセサリーずっと下げてんのも <laughs> 僕が近づいてきたって分かるようにしてるんであれなるほど自分で自分で鈴つけてる猫みたいなもんですからあれ「来たよ近くに来てるよ」と「いるよ」とはいだからそろそろ俺の陰口はやめてくれっていう <laughs>、うん、傷つくからでしょ そうです、うん、<laughs> 陰口は俺の陰で言ってくれてる限りは俺は言われてないことになってるんで、うん、俺は幸せに生きていけるんで、うん、聞いちゃったらやっぱちょっとねへこむしんょんぼりするんで何らかのへょんぼりするんで何らかのへこむしょんぼりするんであヒデさん来たなやべってなって背筋伸ばしてくれてるぐらいで俺は十分なんです <laughs> <laughs> いやいや怖いわ最も怖いよ、うん、いやいや でもやっぱり、じゃあこれ、世の今、聞いてくださってる、まあ、そのまだまだそこまでの大きなフェーズまで行ってない小規模のだったりとか、少人数の社長さんっていうのは、やっぱり、ヒデちゃん的には現場をお勧めしますかうんあ年商10億以下の社長は、とりあえず現場で、まあ、どのぐらいマネジメント、うん、プレイヤーじゃないけど、ね、プレイングマネージャーじゃないけど。はい あのどこまでやるかマネジメントだけに振り切るほどのサイズじゃないですから一般的にマネジメントが必要とされる規模って年商10億超えてからですから30億超えたら絶対必要になりますけど10億から30億ぐらいまではごまかせますからマネジメントなんてなくたって生きていけますから。やなないいこととんだよ 逆に言ったら億超え年商30億超えたらマネジメントは必須です逆に言ったら30億未満だったら必須ではないんですよ、うん、うんだから10億から30億ぐらいまではプレイングマネージャーぐらいの規模でしょうねはあそこらへんが一回まあちょっと分かりやすいクには一回なるよということですね、はい、年商10億ぐらいまでは全然極論ワ安保ジはまってて自分が MVP で最初の,あの突破口をブレイクスルーする先陣切ってても全然いいと思いますよ、はああ あのー、これ、社員はまあ、これをまた秀ちゃんに聞いて分かるかどうか分かんないですけど、社員は社長が現場に来ることは嬉しいんですかね、それともどうなんなんでしょうね、聞いたことなんかありますかいや社員によるでしょう、だから、社員との関係値もよるし、見てくれてると思って嬉しいやつもいれば、<ー>うざってえなって思うやつもいれば。まあね、れはお父さん、うん お母さん家にいて嬉しいって言ってるのと大して変わんないんじゃないですかうんそうかそれはまあ向き不向きあるか見られてるからって頑張るっていうタイプもいればそうじゃなくたって日々努力してる人もいるしねそこはねはい、はいうん、結果そのじゃ大きく会社がなって例えばそういったフェーズが次に行った時に、はい、社長が今度いよいよ現場を離れるっていうことになりますよねはい、はい、それは えっと嬉しいことなんですかそれともちょっとと寂しいことなんですかよくエンジニアとかであのずっとマネジメントに上がりたくないう俺はひたすらあのプログラミング書いてたいのにっていう。えー 特にエンジニアなんてその対人接触関連苦手だからプログラミングしてるのに俺はずっと手を動かしてたいのにって言ったりとか飲食とかでもあのやっぱ30超えたり40超えたりするとまあどうしてもマネジメントに上がっていかなきゃいけないけど俺は一生現場で酒作っててんだ酒継いでてんだ料理作っててんだっていう人もいれば本当人によりますけどね。社長としては それは寂しいもんですかあ俺最近あそこの現場行かなくなったなっていうのは。うんどうなんでしょうねあの嫌いな人もいますからね逆にあの料理人とかでもあのシェフの名前だけちゃんとしっかり作ったから<ー>俺はあとは横向いて寝ててんだっていう俺の名前だけで看板だけで商売してもらってっていうのと一緒で<ー>せっかく社長になったんだから。 わわざわざ働きたくねえよっていう人もなるほど、うん、そのただ今となってはだからその現場に行かなくたってもうある程度本当にその、まあ、信頼関係とあの大体のこのあうんの呼吸でっていう、まあ、そういうふうに育てた社長もヒデちゃんの下にはいっぱいいるじゃないですか。どういうふうに下を育てれば下育つみたいなことって自分の中で何かこう決まってる定義ってありますか 僕は勝手に育ってると思ってるんで、別にね。育て方の定義はないですよ。あんまないですか。もう。でも、なんか。育ってくれてるのはありがたいは、ありがたいとか、その、まあ、嬉しいことでもあるじゃないですか。もちろん。ね。な、今思えば、何かをどうしたから、そうなってくれたのかなとかっていうのはあるんですかね、これ。その。何を言っても、ほら、のれんにうでおしないですけど。分かんない。人分かんないし。まあ、も言わなくても、分かってくれて、動く人も、やっぱり、まあ、人間ですから。 本当にいいろろると思うんですけどだってあの社長になりたいって言ってるやつなり社長として頑張っていきたいって言ってるやつに対して言ってるんであって、うん、だ求めてるものと教えてるものが一致してるからじゃないですか俺の場合は。うん、あのー 同じこと何回言っても,も、こいつだめだよなっていうやつの方がかわいいのか、それとももう本当に何もやられてもすぐパキパキぱど,どっちが結果的に好きな社長のタイプですかいや、同じこと何回言っても分かんねえやつだなっていうやつがかわいいわけないじゃないですか。<laughs> いや、ただほら、なんか、でも憎めないみたいなやつって、たまにいませんか、そのその結果的できない子、うん、ほどかわいいみたいなのは、俺、感情ないんで、はいはい、その感情が。<laughs> 何回やっても同じミスするな憎めない奴だなってのはもちろんいますけど <laughs>、うん、同じこと何回も言ってるから可愛いっていうのは違いますよ。<laughs> それは社長にはなれないですかやっぱねはいいやその話が違いますよ。なるほどなるほど。いやなれあ別に社長になれないとは言わないですけど別に、うん、どんなやつだって社長にはなれますけど、うん、今のグループにはなんかあんまそういう人はいないって感じですかねこう結局やっぱなんとなくイズムみたいなものはうまくこう継承できているというのか。 そういういいことなんですか、ね、いやどうでしょうねそん、そんなこともないんじゃないですか、うん、それぞれ、それぞれだから、だからたぶん、人を育てる、一人だけでね、一匹狼で社長業になってきた人って、人を育てる育て方が分からないって言って悩んでる人、すごく多いと思うんですよ、やっぱその、あの長嶋茂雄と一緒で、もう最初からうヒット打てちゃった人だから、<laughs> それはもう、球来たら、打っていって、振ってって、カーンで打つんだよみたいなこと言われても、そうですね。ね ここううあほとんどの人が日本語を教えられないのですよね, <laughs> そ,うですよねそういう人に対して苦労したってことはあんまりないですから、日ちゃんはうん。最初からできたから教え方に苦労したってことですか、それ聞いてるの。 自分が結構できるからってそのままその人が指導者になれるとは限らないっていうのが結構みんな悩す名選手名監督足りえないっていう話ですかそうん、うん、そうそうです,そう,ですそういう時にどういうふうに指導してるのっていう名選手だったけど名監督足りえない時は名選手に戻せばいいんじゃないですか <laughs> 名選手名ああはははな,なるほどなるほど。うんうんうん、で今度監督じゃなきゃいけない理由はないんで経営者の場合って別に。はい、まあね あの体力的な限界とか物理的な限界ってスポーツ選手と違って物理的にスポーツ選手は限界が来て、うん、プレイヤーじゃなくてマネジメント経営者監督にならなきゃいけないだけで、うん、ずっっと物理プレイヤーだっていいわけですから、うん、監督業から始めちゃった人はなかなか,やっぱりだからその選手へ指導する時に対してっていうのはありますよねきっと。 社長一匹八社長を始めてそ<う>社員の育て方が分かんないっていう時はうん、うん、そりゃそうじゃないですかねえだからそこの多分一番最初の壁にぶつかるのかなと今聞いてて思ったんですよね結局。あの自分のね社員が全部把握できてて自分の指揮官の中の下にいる時にはいいけれど今度はやっぱそこのね、うん 実際に管理者を育ててるってなっなた場合うーん管理者を育てる時に管理者になりたいと思ってるやつを管理者になりたいと思ってるよなお前って言って育ててるかどうかじゃないですか昔あ<ー>あの運転手のマ子の話したと思いますけど運転手としてのお前に対しては何の文句もないけどお前は3年で 前の社長になりたいんだよなな社長になりたいんだとしたらこことこことここが気に入らねえよっていう指導の仕方をしたっていう話しましたよね<ー>だから世の中のほとんどの社長って、うん、あの社員に対して、うん、その社員は別に極端な話ですけど、うん、右のものを左に動かしといてそれでこの給料くれればいいからっていう給料払うからこれだけの仕事してくれればいいからっていうことしか求めてない社,社員に対して、うん、お前は俺が お前が管理者にななってくれなきゃ俺が困るんだ俺の都合でお前は管理者になってほしいんだだからこれができてくれなきゃ困るんだっていう言い方をしてでいやそんなこと求めてねえんだけどなっていうことが起こって結果として育たねえ育たねえって,言って何回言っても聞かねえとかって言ってるんですけど、うん、だってそもそもそれ求めてないから向こうは。はあ、うん、それじゃもうどっちみち無理ですよね。うん 確かになその,そのまず疎通ができてない限りは、うん、育ててるにもって話なんだ,なだからさっきの長嶋さんの話じゃないですけど長嶋さんの話はそれでも若干違うのは天才だから教え方が分かんないかもしんないけど、うん、全ての野球選手はホームラン打ちたいと思って長嶋さんに何か聞けることないかなと思って聞きに行ってるんですよ。うん、でも全ての社員が ホームランを打ちたいと思っていることを限らないですよ、うん、ってことを言いたいですい、ね、ああ僕は別にヒットだけでいいですなのか守備だけうまくりゃいいいいですっていう人もいるもるんねグラウンド整備しに来てるだけなのに<ー>グラウンド整備してかりやすいいくらいくらもらえればいいですっていう社員に対して、うん、<laughs> 社長ホームラン王だった社長が、うん、今からお前のことを、あのーうん、ホームラン王にするために俺が社長自ら バッピーやってやるとバッティングピッチャーやってやると嬉しいだろう <laughs> って言われてうしくねえんですよ <laughs> いやーみたいな求めてねえっすと <laughs>、うん、そうでここが揃ってない社長がすげえ多くて、うん、はあだから圧力が生じんだなうんだそこは下手かと思いますね、うん、<laughs> 申し訳ないよ、ね、も,もともとその、まあ、人生目じゃないけどそ,のそもそもそこの会話できてないよと、うん、で求めすぎだったりだとかそのいやうん、うん 彼彼女の仕事はグラウンド整備をしに来てるしグラウンドが整備されて綺麗だったら喜んで,でそれで給料がいくらいくら入ったら嬉しいんですっていう人に対してなんでお前今ノックし始めたっていうなんでそれさせると今整備したばっかのところにノックされて散らかされたら向こううは気に入らないいむしろっていうそれ分かってるっていうところがもしかしたらと。 分かってない社長が多いですねあこれはでもそうですねもしそのパッとそういうような会社でパッとひでちゃんが行ってアドバイスをって言われたらそういったところが見えたらそこは指摘できる部分なんですね要はね全然ずれてる時ありますからねうんうん、うん、なるほどねそこ気づいてなさすぎますよと、はい、あはいはいいや確かにうどうやって育ててるんですかって言ったら、うん、社長の仕事なんて環境整備なんだからあ<ー>育つように育つように、ん するしかないわけじゃないですか。あの甘やかしてんですか？厳しくしてんですか？とか、それは水が多めの方が育つんですか？少なめの方が育つんですか？って、その植物によるわけじゃないですか？うんうんうん、そう。全然違うもんね。はあ、最終的にはでも育てるっていう言い方があるけど、育つのは植物自身なわけじゃないですか。そうか、ん、そうか。そうか。なるほど。環境を整えてあげれててもね。<の>うん、日当たりを良くするにせよ。うん、水を多くあげる。水を絞る。あったかくする。 寒くする何でもいいですけどそれは全部環境であって最終的に育つのは植物自身であって育つのは最終的に人自身じゃないですかそれに対して合ってるかなね間違ってるかであってその組み合わせじゃないですかでしかもそのね樹齢100年あの高さ 100m の大木になりたいんですって思ってもいないのに。 とりあえず1 0ー,ーぐらいの掃益というか支柱をよ <laughs>、うん、横に置いて、はい、大,き大きくなれよって「いや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 俺あの垣根になるつもりなんです」<laughs> みたいな、うんうん、これはあるかもなあそこ見据えてのっていう判断じゃなくて選んでる場合ってあるんでしょうね、うん、だからあの2代目運転手に対して 僕が初代運転手に怒ってた内容を怒ることはないんですよ。2代目運転手は別にまだ明確に何になりたいとかどうなりたいって聞きは言うでしょうけど見えてないだろうし分かってないだろうから初代初代の真子だってそうだったけど。 二代目もも多分分っ、うん、っと分かかてないからでも今はいろんなものを口に入れる時期だなと思ってるからうんうん、うん、まずはね、うん、そのフェーズで怒ってるしうん、うん、てそのフェーズで注意してるんですけど、うんうん、かるそこがブレたりなんかそれをなんか勝手に共通項のなんかマニュアルがあるみたいな感じで伝えたとしたって、まあ、無理ですよってことですよね。そそうでですねだからそこで、うん もしあいつがいやもう本当に将来ヒデ、うん、さんのもとでグループの社長としてしっかりやっていきたいんですってなったらだとしたら、うん、お前こことこことここができてないよってまた別のことができるだけで。っ、うん、ていうことねうん。はあ、なんかそも,そもそもそこじゃないですか、うん、いや育て方みたいなことで言うとちょっと良かったですね確かにそういう時間も作ってそれであとはお互いのやっぱりそういうものも見据えてないと結果的に。 そんな簡単に人なんか育たないし、はい、どの道なんか間違った指導をしたところでまあ本当に何の意味もないってことですねまあほぼほぼ時間の無駄になっちゃう場合もある求めてないんでね,、うん、ねじゃあ社長とか会社の都合でそれを求めるのは自由ですけど、うん、それに応えてくれる と思うななみたい事例としてお前をどこどこ店の店長にする、うん、スーパーバイザーにする部長にする、うん、社長にする取締役にする何だっていいですよ、うん、それで喜んでそれに対して「いやすげえ頑張ります」ってなんで必ず言わなきゃいけないと思ってるお前みたいな、うん、そうだねいろいろじゃないですか確かに。 いやでもそういう話がちゃんとやっぱりできるといいでしょうね、今後、こうやってリモートの時代にもなったから、もしかすると社長と直接コンタクトができるようなあの環境もある意味増えたのかもしれないし、うん、だからだとしたら、もちろんね現場には今は行って会うことはできないけど、そういう意思疎通ができるのかもしれませんね、うん、これねんすね。 いや俺今日あの経営者は現場に行くべきかという話で話してきましたけど、そういった点でいうと、現場主義の秀ちゃんは、本当に寂しいですね、これそうですよ。ね、現場、見れないんですもんね、今ねそうです。現場閉まってるし、会いたくてもうあっちも会えないし、いや、本当にすごい時代が来てしまいました、これ。 現場に行くべきですか、ええ、経営者はあのどっちでもいいけど、ええ、あの僕は現場に行きたいタイプですでもその現場が今ありませんっていうだけで。うですよね今ね現場が閉ざされてるという、はい、こんな新たな今はねその事象と、まあ、向き合わなきゃいけないという、はい、あの実際どうなんでしょう今、えっと、現場が少なくなってひでちゃんは今暇なのかそれとも逆にテレワークがいっぱい増えて忙しいのかどっちなんですか まあ両方すかね暇っちゃ暇だけどテレワークもだんだん増えてきてるし。<laughs> っていうことですよね、多分テレワーク増えるから意外にそんなに自由な時間って増えたとも思えないでしょう、これ。まあそうですね、でただまあ、あの夜の会食とかほぼないんで。ああ、そうかさ、そういうちょっとまあまあ、な,なんて言うんでしょう、まあ、その一見、無駄じゃないんですけど、いわ雑談的なものの、そういうものは少しなくなったかという。 なくなったんだ時間的なスケジュールの隙間で言ったらあの前よりありますよねああ先月よりありますよねなるほどなるほどああそういった点で言えば、まあ、じゃあだんだんあれですねだねはいこのテレワークになってね、はい。ポッドキャストの個別有罪ーーの対応の時間も前よりあるかもしれないそうっすねねっ、うん、僕ね一個提案なんですけどこの一回ぐらいあれやってみませんかねその ポッドキャストを聞いてくださってるメンバーだから一人選んでこうやってこのまま顔を顔を付け合わせてのズーム対談みたいな、はい、いいと思うんですけどね。いいですよ。ね、はい、ぜひちょっとこれ、はい、興味がある社長さんとかねあの若手のなんか起業家とか、はい、あとはその今から起業しようと思ってる学生とかがいたら、はい、なんかリクエスト受け付けたいですね。はい、そうですね。はい。ちょっと次回とかはなんかそういうゲストも、えー、呼べればなと思っております。はい、皆ささんもぜひ、はい、勇気を持ってててエントリーしてみてください ではちょっと現場に行けない時間が長いですけど、はいはい、寂しがらないでねはい社長 <laughs>、ね、み,んみんなみんなみんな見てるから <laughs> 聞いてくれてるからはいはい僕もすっかりあの紫苗さんに会えませんけどえきっと聞いてるからありがとうございましたありがとうございました西村秀信の社長工場毎週1000万投資と題しまして情熱を持った起業家へエンジェル投資も行っております 詳細は第第回回と第8回の放送をお聞きくださいまた番組への質問ご意見は社長工場のホームページ CEO-factory.com からお問い合わせください西村さん本日もどうもありがとうございましたありがとうございました